よし、行きまーす。続き。はい。なんとか今回は、サクッと行きたい。サクッと行きたいですね。よし、敵も強いからね。ちょっと、うまくいくかわからないけど、まあ、それでも頑張ってみる。よいしょ、よいしょ。敵っていうか、まあ、仲間のケアが大事ですよね。どんどん HP 減っていっちゃうから、仲間は。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、OK。確かこのね、そうそうそう、毒不要の敵だったから、まあ、毒ならなくてよかったけど、行こう。よし。さあ、確かね、めんどくさいギミック。めんどくさいって、まあそんなめんどくさくもないんだけど、ギミックだったよね。これ右からだったかな？右、左、真ん中じゃなかったっけ？まあ大したもんでもないけどね。あ、そうそう。こいつは確か肉がもらえるから、肉をどんどん使っていこう。よしよしよし。あー、ちょっとまひってる。動けない。動けないぞー。ちょっと動けない。みんな動き止まってるね。OK。こういう時やっぱり、遠距離攻撃のバルーが活躍しますな。よしよし。さあ、ぐいぐい進んでいきますよ。はい、はい。早くない？次の展開気になってね、しょうがないんで。OK、レベルアップ。次の展開早く行きたいっすね。よーし。肉。肉使ってもいいけどな。肉使おうか。手な具合で。レオリナさんちょっと余ったけど、まあいいでしょう。えい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 。いいね、バルー。バルーレベルアップ。早くハーマンをね、復帰させたいから、頑張りましょう。よし。肉。巻物。確か巻物は、現段階では、意味がない。OK。よし。あれ、ハーマンのさ、巻物ってか、どうだったっけ？特技の状態ってどうだったっけ？まだ開けてないとこあったっけかな？ちょっとわかんないけど。まあ、そのために巻物を使ってもいいかもしれない。どうなんだろうね。これ以上また仲間って増えていくのかな？ちょっとよくわからんけども。まあ、増える可能性もあるよね。まさかの入れ替え制度。いやー、でもこの時代のロープレは仲間を入れ替えるとかあんまりないと思うけどな。まあ実際わかんないですけどね。とないと思うんだよな。 OK。 よし。よっと、ポーション参考、あざーす。さあ、HP 管理ちょっと気をつけていこう。前回はね、全滅食らっちゃったから、全滅とかゲームオーバーになっちゃったからね。さあ、主人公、やっぱめちゃくちゃね、HP 減っていくの早いわ。こいつやっぱ火力あるんだろうな。レオリナさんが一人で頑張っております。ちょっと待って、ちょっと待って、主人公がなかなか接近できない。くそ、他のね、仲間とごちゃごちゃってなってて、なかなか接近ができないんですよね。主人公もなんか装備によっては遠距離攻撃みたいなのあっても面白いかもしれないんですけどね。OK。さあ、HP ちょっと気をつけよう。
ちょっとなかなかいけない、なかなか進めないぞ。よしよしよし、オッケー。肉持ちきれません。じゃあさ使おうぜ。ガンガン使っていっても良さそうだな。まあこんなんでもいいんじゃねえの。あんまり使いすぎでもちょっとまずいかな。で最後真ん中、よし行こう。こっちから今度行ってみようか。こっちが、あ、じゃあこっちが正規ルートだったね。そうだった、あの宝箱取るには右から回っていかないといけないから、どうだった。じゃあちょっと右に行こうか先に。えいえい、ちょこいつ何気に動き早いね。このなんか動きが早い。よし、なかなか捕まえきれんぞ。バルーのブーメランもかわされてるしね。あー、バルー毒なってる。こいつも毒不良かい。いやー、ちょっと近づけら、ね、近づくこともできない。ガドラのトゲ、毒消し、よし行こう。よし、はいはいはい。さあ次どんどん行こう。前回本当は一本丸々動画無駄にしちゃってるからね。なんとか今回はものにしたいぞ。 OK。 まあとはいえ、とはいえバトル中エンカウントしてもカットはしませんぞ。ノーカットでいきますからね。よくエンカウントしたらね、カットしてる配信者の方もいらっしゃいますけど、僕はカットしません。よいしょ。やっぱりカット、喋っててさ、カット前提で考えると、まあ喋るポイント、喋るそのタイミングっていうのは考えて喋んなきゃいけないから、それまた難しいし、逆に今、カット前提じゃない場合ひたすら喋ってて、で今度またカット入れると喋って内容が辻褄合わなくなってしまうっていう、そういうこともあってなかなか難しいですよね。まあカット編集、カットカットで慣れてる人は、まあ、どうなんでしょうね。まあ慣れてるから、じゃあここはこの辺は喋ろうかなとか、ここは喋らないでやっていこうかなとか、まあある程度やっぱりそういうペース配分っていうのはこう、分かってくるのかなって感じはしますけど、基本僕はずっと喋りっぱなしっすね。えい、えい。あー、まひったー、まひったまひったー、動けない。よし、あれ、そこの宝箱これ何何取ったっけ。毒ナイン、毒ナインって装備できんのかな。どうだったっけ。こうか、これは装備できない。多分毒耐性がどうなんだろうね、ついてくるって感じかな。だったらやっぱり接近戦が得意なレオリナとかにつけてあげた方がいいのかね。食らうなー、おい、食らうねー。あー、レオリナさんめちゃめちゃ食らってるよ。えい、オッケー、よーし、はい、ポーション3個、あつあす、ポーション6、あ、じゃあポーション9、薬草6、ちょっと獲物でしのぎたいな、ここ、よし、まあ、ヒールズも残ってるから、まだ余力はあるっちゃある。あまりね、ぶっこいでられませんけどね。
余裕はぶっこいでられませんけど、まあ余力はいくらか。うわー、ちょっと先進めねえぞ。ちょっとこれは、よし、へい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 、いっ、うわー、もうレオリナさん、レオリナさんうわー、めちゃめちゃ食らってる。クソこの野郎、えい、クソー、つえー、めちゃくちゃつえー。オッケー、キバちょっとポーション使っとくか。確かこれ武器じゃなかったかな、だよね。武器交換、日よけのサリーとフルメタルソード、バスタードソード外してフルメタルソード、よし行くぞ。で確かどうだったっけ、戻る最中で、ま、戻る道中で負けたんだよね。確か死んじゃったんじゃなかったっけ。ちょっとあの前の動画ちゃんと見てないから、見直してないからもう忘れちゃってるんだけど。よし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 、へい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 。ちなみに前回動画から、2日ぐらい経ってんのかな、今この収録段階は。やっぱちょっと気持ち切り替えたいがためにちょっと間開けたんですけどね。あれ、 そもそも道具、獲物、火場、骨、適応者、ガドラのトゲ、まあいいか。えい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 、よし。いやー、しんどい。これ一体倒すだけでめちゃくちゃ手間だわ。大丈夫か、二人で行ってるけど。 OK、 キバ、ポーション使う、まあ、待て待て待て、薬草から使おうか。はい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 、下二人に使っとく、こういう感じ。よし行こう。さあ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 、お、お化けみたいなのできたけど、この先はちょっとまだあれだよね、未知の世界というか、前回は体験できなかったところ。えい、けい、いやー、でもほんといつ敵のね本丸に挑んでいくのかな、ちょっとその辺もよくわかんないっすよね。いまいち話が進んでるようで進んでないような感じもしますよね。なんともちょっとわからんけども。えいえい、あー、ちょっとレオリナさんそこ入ってこないくっていいのに、もうじゃあもうバルート2人で任せる。細かいとこにね、細かい隙間にもうねじ込んでくるから、よいしょ。レオリナさんはさすが武道家ですよ。動き早いから戦いにくい。 OK、 毒消し、 OK、 ポーション行くぜ。いいよっと、あれよっと、炎の洞窟、はい、まあずっと炎の洞窟だけど、あ、ここまで来たの、来たんだったっけか、どっちだったっけ、分かんなくなってたけど、そうだ、確かここ右行くか左行くかみたいな話もしたような、してないような、この辺までだったっけ、来たのどうだったかな、分かんないね。右の方が確か正規ルートじゃなかったんじゃなかったっけ、宝箱あったたような、なかったような記憶違いじゃちょっと申し訳ないけども、よいしょよいしょ、行くぜ。肉いいね、だよね、多分確かそう、下の方が正規ルートみたいな。だ、階段ちょっとダルス邪魔くそこの階段降りようとした時にね敵出てくるから、もう階段降りちまえばいいのにねうわ来たーみたいな感じでね、もう階段降りちゃえばいいのに。まあまあ来たー、
さあこれまたもう一発攻撃受けないと麻痺が解除されないのか。よし、はい、バトルドレス、そうそうそう、この辺もらってきたよね。薬草3本ありがたい。あ、交換、バルからレオリナさんに、あれ、あ、じゃあ交換になってるんだもんね。こうか、いきます。そう、確かこの辺だったっけか、ちょっと記憶がね全然定かじゃないけども、そうだったかもしれないですね。へいへい、ちょっと気をつけようぜ。ここ満を持してもう一回挑むから、かわす、相手の攻撃をかわす。へい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 、オッケー、よしよし、大丈夫よ大丈夫よ。牙売りたいな、もう持ちきれないもんね。くー、厳しい。レオリナさんはあそこ一人で任せ、大丈夫。バルーとダルスは二人で何とかしてくれ。そこ、こっちは俺がやる。オッケー、えい、えい、もう殴られでも殴り返すみたいな。オッケー、ダルスが結構食らっちゃったよね。まあしょうがないか。いいよ、でもまだヒールズは、ヒールズはまだ残ってる。2回残してますからまだ大丈夫よ。オッケー、まあでも意外とボス戦も今まで割とあれですよね、サクッといけてるっていうのが正直なところというか。オッケー、えいえい、オッケー、さあ行こうか、次のフロア、ようやくだ、ようやく進めるぞ。まだ続くのかよ、なかなかきついな。よしよし、こいつはそんな強くもないんじゃない、いやそうでもねえな。えい、オッケー、オッケーオッケー、だんだんでも強い敵弱い敵が分かってきた気がする。こいつらあんまり火ダメは大きくないんじゃないかな。まあとはいえね、あのなめで関わるとまた死んじゃうから、ここは回復しましょうか。よし、じゃあ階段見えた、うい、まだ続くの、奥深いね奥深いね、くそー、あー動き早い、動き早くてちょっとなかなか捕まえられんぞ。魔法使うか、エンパル。ちょっとわからんけども。カスパー。ちょっと、どうなんだろうね。はい。アクアム。結構、レオリナさん結構あれだね。魔法ってか特技。結構回数多いな。ダルスよりも多いんじゃねえか、トータル打てる回数。ちょっともうダルス一応魔法使い、まあ魔法使いというか、まあ、魔術師みたいな感じなんでしょう。ちょっとちょっと武道家に負けてるよ、どういうこっちゃ。特技だってレオリナね、3433ん3マックスが343443だから、ダルスだってほらほらほら、ダルスよりね魔法使えるじゃんね、魔法てか特技。どうなんだろう、強いの効果が強いのはダルスの方なのかな。
まあよくわからんけども、よくわからんけども、まあいいでしょう。はいはいはい、こいつらに肉落とすんじゃない、肉落としてくれるはず。はい、オッケー、持ちきれない。もうそんなに使っとく、使っときますか。あ、間違った間違った、オッケー、行きましょう。はい、お前だけかい。一体で勝負を挑んでくるとはなかなか勇敢なやつだ。へい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 、サンドバッグサンドバッグひどい。よし、いや奥深えなおい。これでこれでまたボス戦とかあるわけ、これ。いやベッド置いてくれてると思うけどね、どうかな。置いてなかったらまたなかなかちょっときついぞ。大丈夫大丈夫、でもまだまだ大丈夫、余力はある。はい、どうだ、もうそろそろ、もう階段こう降りてきてるから、そろそろ最深部まで来てるんじゃないかな、どうかな。えい、オッケー、よいしょ。いやでもこれまた歩いて戻るのかな歩いて戻るのかな、どうなのかな。で、よいしょよいしょ、よし、お、アギラの町、はい、町ついたね。ボス戦はないのかな。ピュー、言葉は喋れない感じ。ピャー、いやでも大概こういうところって一人や二人は喋れる人がいると思うんだけど、これ武器屋か。あ、武器屋だね。あ、違う、道具屋か。ちょっと売ろうか武器。バススタードソード高い、はい、いいよ。絹のローブ、マジックベルトも売っていいよね。日よけのサリーチを残しとくか。バール、水の指輪、水のドレス、オッケー。あー、まあポーション待って、ポーション何個だったっけ？薬。ポーション5個。オッケー。ちょっと買っとくか。まあ、また、道中で手に入るかもしれないけど、まあ、持てるだけ持っとこう。で、獲物を売ります。牙はもう全部売る。牙はもう全部売ります。オッケー。ねえ、まあ骨はまだいいか。肉もまだいいね。ガドラのトゲとかもちょっといらないんじゃない、売っていいんじゃないこれ。はいはいはい、オッケー、よーしよしよし、お金お金貯まったな。あんまりお金使わないっすよねこの作品は。ここは旅の宿、ごゆっくりどうぞ。はい、じゃあちょっと泊まるか。 OK、 まああとは街見てちょっと一回区切るって感じかな、時間的にも。そうですね、武器みたいな。ちょっとモブキャラに話しても全然会話にならないからねこれ。で一旦これ相談入れてみる。洞窟の奥へ急ごう。いや来たけどな。炎の石を早く。ああ変わってない。これよりもまたさらに奥があるのかな。ピュー、はい。ダメだー。界隈ならん。
キャー。これ多分武器売ってくれる感じなんじゃないの。まあ後でって感じになるのかな。キャー、もう全然ダメだわ。あ、ここ人だね。バスタードソードサンダークロー、ハヤブサスーツ炎の指輪。はい、バスタードソードはさっき売ったよね、確かね。サンダークロー、ちょっと待って、おのおのの装備今どうなってる。サンダークローとか装備してたんじゃなかったっけ。装備してるね。炎の指輪、この指輪は確かダルス、うん、だよね。ハヤブサスーツ、もうこんなもんじゃない、買えるの。なんかしょぼいなあ。あら、違った、あ、違う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 、なんかしょぼいなあ。もうちょっといい武器置いてほしいけどなあ。やっぱり武器買って、お金貯めて武器買って強くなったっていう、それがねロープレイの醍醐味なんだけど、ここ武器屋か。まあゆくゆくはなんか売ってくれるんでしょうね、多分ね。こっちは、あー、これもっといけってことか。そういうことですね。あとはまあ特に何もない、情報もない、もう奥に進んでいくしかないんでしょうね。はい、オッケー。じゃあ一旦ここで、動画切りたいと思います。次回はこの奥進んでいく形になりますね。はい、じゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。